今月浜田翔子です。すごい、私大人になってから初めての日線の下着を購入しました。しもう本当に小さい頃、小学生中学生の時ずっと日線をずっともう本当に愛読しちゃってぐらい、もう日線のカタログ大好きなんですよ。愛読するものは日線ですっていうぐらい、日線とかセシールを見てたんですけど、日線はセシールと比べて分厚さがもう本当リボンと仲良し状態のもう少年マガジンみたいな分厚さなんですよ。なんでこの分厚さを半年に1回ぐらいそれが届くので、もうその楽しみ、大人になったらこんなの着たいなって思いながらもうずっと見てたんですけど、今回はですね、日線とトリンプの共同企画の下着を紹介したいと思います。やっぱ日線ってやっぱ大人もうね、ちっちゃい子から大人まで使える下着とかのおかげか、アンダーの広さがびっくりしたんです。大体の下着のお店とかってそんなにアンダーがなかったりするんですけど、90何本とかもある、100サイズもすごく豊富で、 J とかあるんですよ。 ABCDEFGHIJ カップって本当グラビアアイドルね、 J カップで困ってるブラとかに困ってる人とかもだし、なかなかアンダーも大きくて J カップのサイズは多分ないと思うんですけど、こんな感じに入っております。じゃあ開けていきます。では紹介していきたいと思います。ランキングで1位のものを購入しようと思ったんですけど、私のサイズが結構なくて切れが多かったりするんですけど、はい、まず1つ目はですね、トリンプと日線の共同企画の内胸さんにグッド胸寄せっていうグッド胸寄せブラジャーを購入しました。なでしこ柄という柄になってるんですけど、水色にしました。黒と水色があるんですけど、のお花柄になっております。これはすごい胸寄せ効果がある形になっておりまして、谷間ができやすい感じのかなってなってます。で、またね、最近流行りの脇高製法です。こちらのね、脇高仕様で無駄肉を抑え、すっきりした脇ラインに、さらにサイドボーンが脇肉流れを防ぎますってことで、多分このサイドボーンっていう、ここの多分サイドボーンはここですね、ここのサイドボーンからのがついてる感じですね。こちらがですね、お値段が2390円から2690円というね、ちょっと多分サイズ感によって値段が変わるのかなという感じにはなっているんですけど、私のタイプはですね、C の70なので2390円になります。別になってるんですけど、花柄の刺繍のストレッチショーツが、こちらは1090円になっております。トリンプのブラはすごい久々かもですね。なのでこれは別売り商品になるんですけど、だいたい3500円ぐらいで、まあセットで購入できるかなという感じです。はい、まずはですね、グッド胸寄せブラジャーになります。こちらはですね、青色なんですけど、水色的な感じなんですけど、水色ってやっぱね、色白系の方があったりするらしいので、こういう水色も私もね、あんまり持ってなかったんですけど、こういう脇高製法のこのサイドボーンのおかげか、結構ね、立体的に上にボンって上がりやすい感じになってるのかなって感じで、つけ心地なんですけど、結構ね、年齢層高めに作られてるのかなって思いました。そんなにパッドがすごい厚かったりしないので、ちょっと若い方よりもなんか本当年齢なんだろう、幅広く使えるブラジャーかなと思いました。あとこういうお花柄が好きな方はね、いいと思いましたね。やっぱお花柄が今回日線はすごい多いなと思ったので、私はね、花柄のこういうすごい花柄っていうブラジャーはそう思ったらあまり持ってなかったので、まあ、珍しいかなって感じですね。はい、という感じで、結構まあ胸寄せもなんか自然なナチュラルな感じに漏れてるかなという感じです。こちらはですね、ショーツもね、今回別になってるんですけど、まあ3500円ぐらいでセットだといいのかなっていう感じな、刺繍もね、可愛い感じになっておりまして、すごくいいなって思いました。いかがでしょうか。ちょっと後ろのペロチが気になりますね。では続いての商品になります。セールなんですけど、めっちゃ可愛いと思った商品がありまして、こちらです。ランジェルブラジャーという、これもトリンプと日線の共同企画のものになるんですけど、着心地とデザインにこだわったランジェルっていう方の多分ブランドが、あ、トリンプの多分ランジェルっていう方があるんですよ。なんでもっとなんていうの、トリンプでも高級感がちょっと溢れてるというか、なんかちょっとフェミニンな感じのセールになってまして、1999円になっております。で、こちらは色がネイビーとピンクがあって、私は今回ピンクにしました。これはね、 C の65があったんですよ、唯一。
あとは結構なかなかなかったんですけど、こちらは C の65があったので、あとここのめっちゃ可愛い、これここ可愛くないですか、ピンク感。テープのとこまでこのちょっとお花柄がついてて、後ろはついてないんですけど、後ろは普通の感じになってるんですけど、前の感じがね、なんかドレス、すごいドレスみたい、なんかカラードレス感がある。意外とこれ着心地感を良くしてるって言いながらも、ここにちょっと胸寄せ製法になっておりまして、こちらはそんな脇高ではないのかな。でもちょっとだけ脇高に作られてる感じもありますね。あ、付け心地が良さそうな商品です。可愛い、これ本当に。ショーツはもうサイズが本当 L とかしかなくて、なので今回はこのブラだけ購入しました。着心地とデザインにこだわったランジェルブラになります。こちらはですね、ピンクの色にしたんですけど、すごい可愛いですね。そしてこの花びらがですね、ところどころこういう立体的になってる感じがとても可愛いなって思いました。で、あの胸寄せの効果もすごい自然な感じに胸寄せな感じで、今私このブラジャーを持ちながら録音しているんですけど、このブラジャーすごいパッドが本当、まあ薄いんですけど、ちょっと低反発的な感じで、さっきのよりも優しい感じのパッドになってるなと思いました。あのサイドボーンもそんなにサイドボーンではないので、すごい痛いとかは本当ないですね。すごいつけててなんか何も思わない感じにいい感じですね。もう可愛いですね、これ本当にドレスって感じがして、私お気に入りですねこれ。はい、ラブリーな感じでいかがでしょうか。で、続いてのトリンプと日清の共同企画のものなんですけど、これはブラ&ショーツセット、唯一のブラ&ショーツセットになります。超立体カップで内鏡メイクっていうのが一応ねなってるんですけど、内鏡メイクでメイクアップするのかな、胸が。黒のサイズは、あ、これも C の65あった、あれ意外とある。うん、すごい売れてるやつがあのもう本当にね90とかしかないとかなってたから、多分それでびっくりしちゃった最初購入するとき。黒と青とピンクとなんかいろんな色がありますね。あとピンクベージュ風なのもあったりとか。お値段はまあサイズによって変わるんですけど、2390円、このねセットになってます。すごいセットでこの値段はいいですね。なかなかセットで2390円で、しかもねそのトリンプさんとのコラボだとやっぱりなんか安心、ちゃんとしてる作りになってたりとかがすごいのでいいですね。ちょっとやっぱこれも太め、このそんなことないかな、あでもちょっと太め、やっぱ最近ほんとそう、日清さんがめっちゃ脇高多って思ってびっくりしたんですよ。 U 字型っぽい後ろがなる感じですね。強メイクができるということで、はい、どんな感じかつけてみたいと思います。立体スッキリバストというものになります。こちらもですね、またまた脇高設計になってて、でこれね夏の新作になるので、あの裏側が吸水蒸れないみたいな、なんか速乾性みたいな、すごいね通気性が良くなっているブラになっているので、夏とかにはすごくいいなって思いました。あとね、内鏡メイクというね名前なんですけど、だから多分蒸れたりもしないし、内から中から綺麗に胸を作りますよっていうことでこの名前なのかなって思いますけど、まあ、自然な感じにね作れるのですごくいいなって思いました。ショーツも普通にぴったりでしたね。はい、もう私はね日清のサイズ展開の K カップってね聞いたことない、すごいなと思いました。はい、ということで今回は日清の下着を紹介してみました。やっぱりねトリンプと日清の共同企画だとなんか安心というか、なのですごい付け心地もいい感じかなって思っております。はい、今回もよかったらこれをね参考にしていただけたら嬉しいです。よかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。バイバイ。日清とトランプ、あ、日清とトラ、トラ、日清と、今回はですね日清とトリンプさんの共同企画の指摘Thank you.